アイテム番号、SCP-2102。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-2102 はサイト、122デイル、タイプ人型異常収容室、ハック、を住居として与えられています。この措置は SCP-2102 が負傷する可能性を最小限とするように修正されます。SCP-2102 は常時完全に拘束され、偶然ないし意図的な皮膚の裂傷を避けるため、両手足はパッド入りのスリーブで覆います。自殺を試みる傾向があることを考慮し、SCP-2102 は常にクラス、アルファ、レッドセキュリティリスク下にあるとみなされます。無制限外部エントロピック反応が発生した場合、本プロジェクトに携わっていないサイト内の全職員は避難します。そして、最低レベル2、2102クリアランスを持つセキュリティスタッフ3人が SCP-2102 の収容室に入り、漏洩プロトコルを開始します。プロトコルの終了後、SCP-2102 はレベル3医療スタッフによりプロトコル中に負った火傷の治療を受けます。過剰な組織は切除され、その結果生じた傷はすぐに焼灼して塞ぎます。これが SCP-2102 が発生させる組織の量を減らすために現時点で唯一有効な手段です。切除した組織は、標準的なバイオハザード処理プロトコルに従って処分されます。漏洩プロトコルの遂行が失敗した場合、サイト、122のレベル3セキュリティクリアランスを持つ全職員は本プロジェクトのキルスイッチのパスキーを与えられます。このスイッチは遠隔起動が可能で、SCP-2102 の収容室の内部にジシアノアセチレンガスと粉末状のフッカアルミニウムを散布します。この混合物は拡散から3秒後に自動的に点火されます。キルスイッチによる SCP-2102 の不活性化に失敗した場合、それ以上の対策は準備されていません。説明、SCP-2102 は、年齢や家系が判明していない身元不明の男性です。SCP-2102 の身長は約178cm、体重は約 48kg です。SCP-2102 の体表は 100% が被害した傷跡で覆われており、これは過去に発生した UER-2102 事件の収束のために漏洩プロトコルを実行した結果です。この傷跡が原因で、SCP-2102 は聴覚と発声、そして視覚が不自由であり、インタビューが不可能です。SCP-2102 に関するすべてのデータは実験とロシア連邦軍参謀本部情報総局、GRU、師団、P の生存者の文書から収集されました。SCP-2102 の異常な特性は対象が思想または裂傷を負った際に発言し、異常な輸送プロセスを開始します。UER-2102 イベントに指定。このプロセスは止血と炎症の段階を通常通り発生させながら瞬間的に進行します。またプロセスにおける増殖段階は通常より格段に速い速度で発生し、層面収縮は見られません。UER-2102 イベントの間、すべての解放層を適切に焼灼しない限り、SCP-2102 は指数関数的な割合で新しい組織を生産し続けます。この異常性に基づき、本イベントはおよそ4週間で NK、クラスシナリオに発展すると推定されるため、それ以前に完全に無効化しなければなりません。UER-2102 イベントの間に発生する組織は利用できる空間すべてを用いて膨張します。この膨張は使用外物によって遅延させることが可能ですが、より多量の組織が発生すると、組織は周囲の物体に対して与える圧力を強めていきます。現在、SCP-2102 が発生させるメガパスカルの上限は不明です。鈍器外傷は SCP-2102 の表皮を傷つけずその異常な特性を誘発しません。高熱を利用して全ての解放層を焼灼することで、SCP-2102 の異常な輸送プロセスは停止します。また実験により全ての軟部組織を破壊すれば SCP-2102 の異常な特性はおそらく持続しないだろうとの推測が立てられました。ホイ 2102-A-1 回収と仮収容時の記録。SCP-2102 は1972年12月2日、チェコスロバキアのに存在する実験医学研究所 SAV の敷地から回収されました。
チェコスロバキア政府に潜入した財団エージェントはその年の初めに研究所の敷地内で進められていたロシア連邦軍参謀本部情報総局師団 P のプロジェクトの存在を知りました。情報部の報告によりこのプロジェクトは急速細胞再生の実用化開発を目的としていることが判明しました。 SCP-2102 とその異常な特性を照述した機密文書の応用に成功した後1973年1月の回収計画が立案されました。1972年12月2日 UTC-GMT714 実験医学研究所 SAV の施設で混乱が発生し多数の民間人が敷地から避難したという報告がありました。東ヨーロッパに配置されたいくつかの機動部隊から選出したメンバーによる使用人数の財団調査部隊が組織され、回収が開始される前に状況を把握することを目的として即時の派遣が行われました。仮収容は1972年12月2日の UTC-GMT2301 に完了し、1972年12月13日に永久収容が完了しました。ホイ 2102A2-2102 オプレック721202調査ログからの抜粋。メリック、現在地はどこだ？地上1階、建物の入り口付近だ。ドアは開け放たれている。見る限り無人だ。了解した。接近を許可する。幸運を。侵入する。この匂いは、ここじゃないな、出どころがはっきりしない。ジョーンズ、キョロキョロしてないで左の廊下を見てこい。大部分は研究室とオフィスだ。ずっと昔は休憩室だったらしい部屋を見つけた。ほとんどのファイルは持ち去られていて、重要そうな書類は残っていない。あるのは貨物の書類だ。食品に、生活必需品に、一般的な物流品だな。すべて回収しろ。IAEA に調査させる。まだ何も異常はないか？了解、回収する。今のところ異常は見られない。地下2階以降かもしれない。アシュトン、紙切れをあるだけかき集めるんだ。注意深く探せ、メリック。了解。地下1階の調査はほぼ完了。異常の兆候は未だにない。匂いがさらにひどくなっている。それと地下へ続くエレベーターを見つけた。記録しておいてくれ。了解した。メリック、気をつけて進め。もちろんだ。ジョーンズ、アシュトン、下へ行くぞ。総員警戒して、待て。司令部、この地域で地震活動は起きているか？こちらではわからない。メリック、どうした？何かが下で動いたような気配がした。応答、司令部。エレベーターが止まった。おそらく1フィート程度下がったところで何かにぶつかった。一体何が起き、待て。この音は何だ？金属がひしゃげて裂ける音。応答しろ、メリック。状況はどうなってる？ここ、不明瞭。階だ。何かが通った。不明瞭。てこでドアをこじ開けろ。応答しろ、メリック。司令部、なんとかドアを開けて脱出することができた。我々は階下から登ってきた正体不明の不定形物体と接触した。即時対抗措置を取ることを提案する。了解した、メリック。2機の F-4 が、編集済み。で待機中だ。そちらに到着するまでおよそ、7分。それまで持ちこたえられるか？まるで見当がつかない、司令部。たった今ありったけの手段を試しているが、俺たちが傷つけるたびにより早く成長するようだ。アシュトン、レモンをまとめて食らわせてみろ。司令部、送ってくれた戦闘機がこいつを止められるような代物を積んでることを期待する。俺たちの手持ちじゃどうにもならないらしい。心配するな。IAEA の連中はそいつの扱い方を知っているそうだ。チームをそこから脱出させろ、メリック。了解。これから外へ。状況はどうだ、メリック。全員無事だ。だがあれは爆発的に膨れて、地表を突き破ってもまだ止まる様子がない。戦闘機の到着は早まらないか。到着予定時間、EDA、までおよそ6分だ。それはどれほどの速さで動いている？ジョーンズ、出てこい。メリック、何が起きている？ジョーンズが死んだ。あれの下に巻き込まれたんだ。スピードなんて知るか、どうだっていい。今すぐ戦闘機をここによこせ。
UTC-GMT14:22:562機の F-4 ファントムは搭載したミサイル弾頭 M47A1 ナパーム焼夷弾を投下し、そして進行中の UER-2102 イベントの間に SCP-2102 が発生させた組織の焼灼に成功しました。ホイ 2102A3 回収されたロシア連邦軍参謀本部情報総局師団 P の文書からの抜粋翻訳。以下の抜粋された日記のエントリは、実験医学研究局サブから回収された文書の中から発見されました。筆者を明確に特定することはできませんでした。日付、1972年3月2日。ようやく到着した。断言していいが、ツポレフは俺が運転する BMP より震えてた。機器の入った木箱は先に到着、大部分は無傷だったか、電車で運ばれた二つの、編集済み、容器とレントゲンがやや歪んでいて、メインフレームも調子が悪い様子だ。例の件について色々と耳にしていた現地スタッフに会った。あちらの研究責任者、ドーシチャーニ博士は基礎代謝率に基づく被験者の適正指数とその他二つの事柄に関して真に説得力に富んだ意見を持っている。もっともバラックパリンカの産物だったかもしれないが。日付、1972年3月3日。俺たちのと彼らの三層プラグは少々違うものだと判明した。頭痛がする。日付、1972年3月5日。朗報だ、俺、ミカエル、クズマとあちらの技術者プラズノフスキーは主導権をすっかり入れ替え、彼がどこかから苦労して発掘してきた予備の部品によって壊れた道具を修理できた。おかげでどれも動くようになった。次は悪い知らせ、試運転のために機器を接続した途端、ヒューズが飛んで研究所の半分が停電した。こちらの使用書を読んで向こうも準備してるものだと思っていたのに。嫌になるニュース、彼らの取り付けずに目を通している、俺たち三人は整理に半日を費やした。これを持ってきたのが誰だろうが、そいつに悪弁か。後か室の掃除をやらせとくべきだ。少なくとも観光に行くくらいの時間は持てそうである。金馬になかなか見事な城の遺跡があり、同志オラブコバ博士の姉妹がそこで働いているというので、俺たちは私的な旅行に出かけることに決めた。とはいえ、くだらない理由でプロジェクトが停滞したままなのは居心地が悪い。日付、1972年4月19日、ONV 会議でいくつかの話し合いをした。研究所の責任者、それとモスクワへの怒りの電話一件、俺たちは送電網を記録的な速さで強化しておいた。これでワットレイとウェーバーに連絡がつく。それ以外のニュースとしては、彼らが今日2名の有望な候補者を運び入れた。理想からは程遠いが、俺たちは今あるもので仕事をしなければならない。もうじき、あの理論が正しいかどうかわかる。PS 旅行は最高に楽しかった。マルーシャが気に入ってくれそうなスカーフ、それと、在庫ありったけ、だいたい1キロのチューインガムが店主にルーブルを1巻分渡すだけで手に入った。日付、1972年5月5日。一人目の被験者は最初こそ有望に見えた。総称を与えると、急速な凝固が予想通りに生じた。しかしこのプロセスはすぐに停止し、皮膚に損傷が発生した。ミカエルが過剰な量のネオジムを混入させていたことが判明した。あの間抜け目。全くもって我慢の限界だ。もう一度しくじれば首根っこ掴んでモスクワまでケツを引きずっていくぞと言ってやった。日付、1972年6月28日。どうして死んだ？合点がいかない。ネオジムの量を減らすと壊死がよりひどくなった。このことはミカエルには話せない。話せばこの先ずっと皮肉を聞かされる羽目になるだろうしな。日付、1972年8月3日。培養が完了し、エレナ、オラブコ培学博士、現在の所在は不明、レッド、がその組織構造を調べた。結果は興味深いものだった。ある種の均衡状態に近いらしい。細胞は対象サンプルよりも50倍は早く分裂するのだが、いずれもほぼ即座に死亡し、やがて全体が自身の排泄物によっていわば窒息死する。そこが問題だ。
仕事を達成するためには、そのバランスをどうにかして崩す必要があるようだ。日付、1972年8月15日。俺たちは新しい候補者を得た。プロジェクトの開始から数えて16番目になる。俺はシラード、チャーニ自然科学博士、救出計画の文章参照、レッド、ニアイ、常人よりずっと回復力の強い候補者が必要だという話をした。ハブ家は約束を果たしてくれた。聞いたところによると送られてきたのは、刑罰としてウラン鉱山で15年過ごし、なぜか健康体のまま出てこれた反革命主義者らしい。確かに、組織構造の検査結果によると彼の細胞はまるで不死身の古死兵のようであり、彼の自然再生速度は平均的な人間のおよそ2倍だ。もしかしたら彼こそが答えかもしれない。日付、1972年9月5日。予備段階の結果は良好だ。輸送プロセスはもう中断することはなく、むしろ完了するのがいささか早すぎるのではないかとさえ思える。まったく、自分で書いていて信じられない。このプロセスを洗練して永久的にできたならどうなる？本来の目的ではないが、もしも実現できれば。日付、1972年9月24日。俺はますます眠れなくなっている。X16 は他の奴とは違う。彼には脆弱さがない。他の候補者は絶対に一度のサイクルしか耐えられなかった。だが X16 は幾度も切り裂かれて、その度生き延びてきた。今日、彼は何らかの方法で高速から抜け出して自身の手首を切ろうとした。幸いにも、それは想定より数時間も長く効果が続くことを意味するが、彼には同情せざるを得ない。少しオフの時間が欲しいな。多分シラードに言えばマルーシャに会いに行かせてくれるだろう。日付、1972年10月15日。ついに、俺たちは正しい組成物を発見した。それにより23週前にユーリー、詳細不明、レッド、が導入した分解防止剤がもう少しだけ必要だったことが判明した。それは以前からずっと目の前にあったのだ。被検体 X16 の反応は良い、少なくとも医学的に見れば、彼は相も変わらず非協力的だ。それは問題じゃない。もうじき完成するだろう、あとほんの一歩で俺たちの勝利だ。考えてみれば、あの男は英雄と言える。本人はそのことを知りもしない。日付、1972年11月3日。もう一回分の血清を調合していたちょうどその時、エレナが研究室の俺のセクションに現れた。彼女は取り乱した様子で、俺の袖を掴んで強引に引っ張っていった。もっともな理由があった。かいつんで記すなら、サンプルがどこからともなく自身の質量を増大させているらしい。彼女はそれを測定誤差だと思ったという。しかし、丸一日かけて機械を調整した後に俺も同じ結果を得た。非常に気にかかる。俺はシラード、ユーリーを加えて議論した。俺とエレナは一体何が起きているのか詳しく調べたいと主張したものの、彼らはエラーに違いないと言ってプロジェクトを続行しようとしている。日付、1972年11月26日。質量の増大にはパターンが見られ、あらゆる面において、データ抹消、が見られる。そしてそれはもはや X16 ではない。答えを掴んだと思った。昨日はことがすべてうまく運んだ。しかし俺はすぐに自分のデスクで目を覚ました。本当に睡眠時間が欲しい。マルーシャ、彼女に会いたい。しかしシラードが会いに行かせてくれない。日付、1972年11月27日。俺たちはサンプル分析と組成物の経験的チューニングに取り組むのを止めるように命令された。この場所でほんのちょっとでも常識がある人間は俺とエレナだけみたいに思える。あともう数日だ。日付、1972年12月2日。起きるにはまだ早すぎる時間だが、眠れない。今日は世界初のスーパーソルジャーが生まれる日であり、あるいは何もないところからやり直す日だ。俺はどちらを願うべきなのか全くわからない。明日もそういう一日なんだろう、日記のエントリーはここで終わっています。